シビックワゴン。はい、どうもモンキチでございます。今回ですね、カーチューバー2018で、モンキチ賞をですね、私がですね選んだ車なんですけども、その気になった車のですね、ちょっと取材をしてみたいと思います。オーナーさんですね、ご紹介したいと思います。オーナーのイットンさんです。はい、どうもこんにちは。よろしくお願いします。この車、はい、なんかいろいろと不思議と言いますか、変わってるところがありますよね。はい、まずこれはシビックは、こんなワゴンなんてあるんですか？シビックでワゴンはどうですか？ないですね。そうなんですか？ないですね。はい。こちらちょっとエンジンなんですけども、はい、これ元々のエンジンじゃないですよね？違います。これ何ですか？これはこれは 18C ですね。18C、はい、元々じゃあその VTEC は、VTEC は今はありますけど、元々は20なんでないです。なるほど。だけどちょっとさっきからちょっと気になるんですけども、はい、これ H ケースのブローオフバルブかなんかついてますけど、そうですね、もしかしてターボ車ですか？はい、これはタービンカタツムリ積んでます。すごい激アツな車ですね。もともとそうじゃないけども、はい、こうなっちゃったっていうところもありますよね。ありますね。いろいろ、すごくいろいろ、すごくいろいろ、いろんな人がですね協力してもらってですね、いろんな部品作ってもらいまして、現状です、ね、例えばなんですけども、具体的に言うと、はい、そうですね、このタコ足でもですね、はいはい、広島に JIC さんあるんですけど、はい、そこでこれ1個しかないんですけど、盗聴で作ってくれました。盗聴ですか？これ盗聴です。この長さで盗聴で、いろいろタービンとか作るとなると、レイアウト上なんか不盗聴になる、なりがちですよね。そうです。長くすればできるんでしょうけど、極力短くしてもらってます。へえ。こちら、はい、6速ミッションなんですか？これ5速ですよ。5速なんですか？はい、あれは今のインテグラかな、6速のノブをつけてるだけです。ああ、なるほど。そういうことなんですね。はい、じゃあ幻の6速があるんですね。幻の、そうなるほど。いらないですけどね。お、ちょっと待ってください。なんかなんかいけない傷が見えますけども、これは何でしょうか、お母さん、伊藤さん。これバンザイです。やっちゃったんですか？やりましたね。ボンネットピンを要は締め忘れです。あ、ご主人様です。締め忘れてコースインです。あ、サーキットでなってしまった。そうです。あ、じゃあそれなりにもしかしたらスピードが出ててですよね。踏んだ瞬間でした。あ、お疲れ様です。あとですね、はい、気になったところがあるんですけども、もともとこの車ってギアってディスクなんですか？ディスクではないです。ドラムです。なんかあとこれはもともと4欠だったか。そうですね、もともと4欠ですね。はでも4欠だとやっぱ履けるホイールの幅が狭まっちゃうんで今、これなんか何か純正の流用とかそんなところですか？純正の流用です。うん、はい、これは前後ともハブが EK9 を使って。ああ、なるほど、 EK9、EK9、 はい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 。へえ。じゃあもうこれで後ろもディスクブレーキになって、5欠になったことで、もうターボ化になったことで、もう安心して踏めるってことですね。バッチリです。なるほど。お、なんかブレーキも変わってますけども、はいはい、これちょっと今気づいちゃったんですけども、なんか上下逆さまじゃないですか、これそうですね。どういうことでしょうか、ちょっと不思議に。リアにするときはこう外してひっくり返してやらんといけない。ほう、ね、そうですね、まあ、これたまたまなんですけど、キャリパーがですね、はい、S2000 用でして、 S2000、 はい、後ろ側についてるやつなんで、うん、それを無理やり前につけてるんで逆さまを向いてるっていう。はは、なるほど。エアニキしづらいんじゃないですか、これ。しにくいです。ですよね。しにくいです。へえ。ただ今スプーンさんのいじめですね、部品の供給してくんないんで、はい、上下交換できないんです。は、昔はできてたんですけど。あ、昔はできて、今はできない。今はやってくれなくなっちゃいました。あ、じゃあちょっと悔やまれますね。しょうがないですね。でですね、ちょっと、はい、さっきからですね、はい、ドーンと目立ってて気になるもの、これ何ですか？これですね、まあ、今うち、まあ、弊社ですね。弊社、はい、そうです、新規事業でして、構想から1年かかったんですけど、やっと形になりまして、はい、
まあ、ミニサーキット今メインなんですが、あのドローンを飛ばしてですね、走ってる車を上から撮るとか。あ、それはなんか YouTube の動画に上げていらっしゃったりとかしますか？はい、全部 YouTube アップで引き渡しっていう格好を撮ってますけど、まあ、その中でですね、まあ、ユタロガーなり車載なり全部ミックスするっていう感じの、まあ、画面を作ってですね、で、今こう走ってる人がすごくこう考えて走れるように、なるほど、一歩上を目指せるような応援をするっていうことで、あのこうちょっと変わったドローンの使い方をしようっていうところですね。はい、で今ちょうど昨日あの登録チャンネルもできたところで、 YouTube のですか？そうです。そうなんですね。はい、昨日動画も仕上がってきましたんで。あー、なるほど。何かですね、じゃあですね、ちょっとこれ動画の編集をして、はい、私の方の、画面もしくは動画の説明欄にリンクが貼りますので、はいはい、視聴者の皆さんぜひ見てください。はい、ということで今日はありがとうございました。ありがとうございます。